2010年、智弁和歌山高校卒業、岡田俊也です。智弁和歌山高校野球部の皆さん、決勝進出おめでとうございます。今日大事な決勝戦ということで、中谷監督はじめ、チームのみんなで今日この一戦をチーム一丸となって戦ってください。私もドラゴンズの方で今日大事な試合があるので勝利に向かって全力で戦います。頑張ってください。